バンビテッリの水道橋は、イタリア共和国カンパニア州、カゼルタ郊外のマッタローニにある、18世紀の水道橋。カゼルタ宮殿とサンデウチョの邸宅群に水を供給するために建設された。カロリーノの水道橋とも呼ばれる。カゼルタ宮殿、サンデウチョの邸宅群ともに、1997年にユネスコの世界遺産に登録された。 ナポリオ・カルロ7世の命令により、建築家、ルイージ・バンビテリの設計によって建設された。この水道橋が2つの名前を持っているのも、この両者の名前に由来する。1753年3月に建設が開始され、1762年5月7日に完成した。水道システムの全長は3 8トルあるが、その大部分は地下に建設されている。 バルレディマタローに認知する529メートルの長さの水道橋が良好な状態で保存されていて、この区間が世界遺産に登録されている。この水道橋はローマ建築を模範に建設され、山荘最も高いところでは55.8メートルの高さがある。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。 ありがとうございます。